重たいボールで、で何種類やっぱこのキロ数っていうんですか、重さをこう変えてるわけですよね、うんうん、でだんだん重たいのから先やっていくわけですよね、うん、あんまりその軽いのでやるとやっぱこうスピード感って最初はやっぱり重たいんでこうゆっくり可動範囲を広げていってからだんだん速くして、うん、それからピッチングに入る、キャッチボールに入る、大谷ぶっちぎってますね、ホームラン。だってやっぱりね、あのこの辺が見たことあるなんかテレビで柔らかくない？すごい、ぐにゃってならない？バレよね。あれですか。あれだけマークされながらね。あんだけ柔らかいっていうのはやっぱり。だって肩よりは柔らかい方が絶対はい、ね、トップも入るだろうしさ。体つきがね、やっぱり WBC 見てても日本の他の日本のプラスチックとちょっと違いますもんね。この肩周りの筋肉とか、それで柔らかいってすごいですよ。でもああいう体見た時に、やっぱあバッティングのにちょっと重きを持っていってるなっていう感じなんですよ。以前のピッチングのこの、スパーンっていく、やっぱりちょっと、ね、すぐゲッと抜けたりだ、コントロールちょっといまいちになってる。それで、あのこう、なんていうんですか、あの曲がるやつ、スライディング、はい、あれを覚えたのかもしれないですね、こう横にカーッ曲がる、こういうのがいけなくなったんで、そうその方が楽ちんな、バーンってやってけんだもんね。あ、そうかもしれない、あれも半端ないよね、もうトラウト最後三振取ったら球ですよね。あれ画面であれだけ曲がってたら、打席入ったらとんでもない曲がってると思いますよ。だってここの球がここに行く、アウトコース行く、インコースの球がアウトコース以上行くんだもん。それもお前スピンしながら、あれはどうやって打つんだ。あれ多分日本人の左バッターだったら、はい、アウトね、外からのスライダーと思ったら打ちに行ったら多分ここに当たってるよね。ね。それぐらい回ってるよね、うん、どうやって投げたのかな。すごい曲がんない、あれ。ダルビッシュもなんか言ってたけど、向こう側で回転をかけるみたいな、テレビで、うん、こっち行った時にどう、もう感覚なんだろうな。でもあの巨人のあの斉藤さんのスライダーのジャンプさんすごいって言ってたじゃないですか、うん、あれはすごい。斉藤正樹さん、うん、宮崎のジャンプでジャイアンツに行った時、斉藤正樹と、誰だ、桑田、いや、白茶、もし訳、パーフェクト、負けませんよ。がピッチのブルペンで投げてて、で見てて、でバッターボックス立ってたよね。二人とも斉藤とは本当に同じスピードで来て、この辺からデンデンスピンする。負けるのはドンドンって感じだけど、思いたまない。いやー、あんなに太郎ったら。正樹さんはオープン戦の時にやっぱりその年に入手したけど、まっすぐもやっぱりプンってこうやってなんか浮き上がってくるようなイメージですよね。そしたらまさきがしかも2億勝できなかったっていうのが不思議でしょうがない。しかもそんなにさ、力投するタイプじゃないじゃない、でいくタイプじゃないじゃない、パッてこう、でもパンって伸びてくる。だからみんなやっぱり打ちに行ってもファールになったり空振りしたりすると前に飛ばないもんね。でそれだけやっぱスライダー曲がってくるってことだね。あ、そうか、ケンさんは立ったことある。あるある。日勝同士は2人だろ。昔はだっておったよね、
西尾のチームで、はい、強いチームには必ず2人で、はい、まあ本当ジャンボさんたちの年代がちょっとまあまあジャンボさんたちもう30勝とか当たり前のことじゃない35勝とか平岡42勝だ年間で、うん、年間42勝だ。そうですよねもうみんなも関東だからほんとんど今みたいな分業制じゃないから、うん、あの権藤さんってあの、はい、3勝2年連続やってるな。へこんなさん狭いんだよガーッていかないんだよバーン権藤さんって中日クラウンズいつも見に来てた。あ、もうおじちゃん。あ、ピッチャーだったんですね、権藤さん。そうそうそう。それは有名なピッチャー。すごいピッチャー。97、98ぐらいか。ベイスターズの監督やつ、ね。うん。日本シリーズ当たった。絶対バントしないって言ってるんですよ。絶対バントしろって優勝してるんだ。マシンガン打線の時だ。そう。で、日本シリーズやって、そう言ってたじゃないですか。で、日本シリーズ98年横浜でやったんですね、権藤さんが、はい、そしたら1番石井拓郎がいきなりセーフティーバントいや、バントしないってミーティングで言ってみたらでもサード守ってセーフにしちゃったいや、送りバント送りバントはしない いきなり初球セーフティーバントじゃダメやなスタジオでさ、油断してたまあ確かにそうでしたね。いい打線でしたよね。ローズがいて、3割8分ぐらい首位打者だったんですよ。鈴木貴則いて、うん、駒田さんがいて、ああ、よかったね。中田もちょっともうしょぼくれてたぞ。ちょっと出てないですね。あのスタメンじゃないですね。やっぱ足やったり やってから、うん、あのやっぱ早く上げすぎたんじゃないの、うん、ちょっと年齢は年齢なんですし、体があんな重いの、ね、うん、なんかもうあの清さん見てるみたいだな。あのね、うん、鍛えた後に、そう鍛えてんだけどなんか肉離れしたりとか、どこ鍛えてんだよって感じだよね。癖になるからね。なるからね。いや、それでもやっぱ永田がさ、家でこうやってやっててさ、これにペンペンってこうやって、カットするやつ。うん、俺あれ見た時に、あ、永田絶対これバッティングスランプになる。うん、言ってましたもんね、前からね。うんうん、掴みすぎよね、なんかね。軍隊の時間からさ、こう正面から見たら、うん、だからやっぱ回らないよね。やっぱ整体してる方がこう回りやすいじゃん。はいはい、こうなったら、ね、もうなんかもやっぱ悪くなると、ボールをよく読むとか、頭下がってくると、やっぱどうしても上半身がこう、くの字になってきちゃって、そうするとやっぱ回らないんだよね、体って。もうゴルフはわかんないけどさ、ゴルフはまあ下にあるからこう、くの字になるんだけどさ、うん、野球ってさ、こうやってこうやるとさ、やっぱこうなっちゃうから回らないんだよね、肩も下がるし、うん、なるべくこう整体したいんだよ、ね、だ、うん、一番いいのは昔セームでカブレラって言ったじゃん。あ、はい、あ、一回こうやるんですよ。アレックスか、あれがやっぱりこうなるのが嫌で、はいはい、いつもこうやって見てる、うん、あ、はい、いつもこうじゃん、こうでもルーティーンがこうやって沿ってそれからこう入ってこうやって絶対やらない、はい、絶対こうやって見てる。確かに。で、上からボールを見たい。はい、そう、握力120とか言ってた。だってさ、ウエイトやっててさ、はい、一緒に試合終わった後、ウエイト行くじゃん、はい、カブラも来るじゃん。で、こうやって見てたの、最初の、はい、そしたらさ、なんかこういうなんか手首になんか巻くのよ、なんか。ああ、なんか、こういう、なんかこういう重いやつですよね。重いっていうかさ、なんかあの故障しないような。ああ、はいはい。そう、あるじゃん、なんか。締めるやつが。締めるやつ。はい、こう巻いてさ。ほんでこうやって、こう、まあ、こうバーベルがいっぱい並んでるわけよ。10キロぐらい、まあ、5キロぐらいがなーってさ、30キロ、40キロ、50キロぐらいまであるわけよ。どう、
一番端の方50キロのやつを2本持ってきてさ、50キロだよ50キロ持ってきてさ、いやそれ50キロぐらいだっても日本じゃ持てるよ、持てるよ、でも何すんのかなと思ったの。でそれって何をするかというと、大体こうやってやってベンチプレスの、はい、あのこう重たいのじゃなくて50キロぐらいでこうやってやるやのタイプなの、はい、ね、そういうタイプのバーベルなの。俺はさ、こう思ってさ、ここだからね、出来でって50キロ片手で50キロ50キロアームカルやってんだから、できねってだって50キロの女の子が勝手でやってるもんね。そうよ、そうこんな、なりますよ。しまう、まあいい、これいいよね。ひろちゃん、はい。